こんばんは、鹿沼です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。皆さん今日はハッピーメリークリスマスの日ですね。何して過ごしてますか？昨日はですね、クリスマスの定番映画ホームアローンがね、金曜ロードショーで当てたみたいなんですが、皆さん見ましたか？年越しもすぐですしね、すごいワクワクする時期です。で、昨日に引き続きですね、まあ年末ということで、今宵は鹿沼の2021ベースコスを紹介していきたいと思います。今回ね、マスクでもすごい使いやすいアイテムばかりなので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿沼までお過ごしください。それでは早速ね、量がすごい多いのでテンポよく紹介していきたいなと思います。まず1つ目、下地部門から紹介していきます。下地部門はクレドポーフォーテのボワールコレクチュールエナでございます。これね、紙下地とも呼ばれててね、すごい長く愛されている有名な下地なんですけど、もう使ってみたらあまりにも良すぎて、なんでもっと早く買わんかったんかって過去の自分を叱りたいです。サイズはこんな感じで、値段はね、まあまあ高いんですけど、しっかりとね、量が入っているのであんまりなくならないですね。特徴としては保湿力がたっぷりとあるんですけど、肌ムラとかをね、綺麗に整えてくれて、とっても綺麗なね、素肌感を演出してくれます。乾燥肌なので下地選びが本当に大変で、すぐにね、皮めくれちゃったりするんですけど、このクレドポーの下地はね、皮全然抜けないし、保湿力が本当に高いです。今こっちだけに塗ってるんですけど、塗ってない方と比べてもね、すごい自然な仕上がりで、激しいトーンアップとかもしないので、首とかも白浮きしないですし、本当にね、バランスがいい下地だなと思います。長時間潤いを保ってくれるし、 SPF25 で PA2+ とね、紫外線対策もしっかりとできます。本当にね、色もくすまないし、よれにくいし、さらにね、肌に透明感だったりツヤも作ってくれるので、もう本当になんかパーフェクト、マジスペックがアベンジャーズの下地なんで、マジでよかった。ちょっとこれはね、来年も引き続き使い続けたい下地です。続いてファンデーション部門紹介していきます。今回ちょっとファンデーションがね、2つあって選びきれなかったんですけど、まず1つ目がこちら、ドクターエルシアのバームタイプのファンデーションです。これ今年のメイク動画何回紹介してきたかわからんってぐらい、多分毎回登場してたと思う。視聴者さんもね、結構ドクターエルシア買いましたって報告をしてくれて、マジで良かったって子が多かったので、本当私の肌だけじゃないんだなって思いました。今2個目突入してるんですけど、だいぶこの辺が削れちゃってるのがね、気になるなって感じではあるんですが、質は間違いないです。中こんな感じですね、まあ、クッションファンデと思いきやバームタイプのファンデーションということで、このバームタイプのファンデーションの良さっていうのは、何度も言いますが、私すっごい乾燥肌なので、ファンデーションで皮むけたりするのが嫌なんですね。だから保湿力高いファンデーションを探してた時に、これに今年出会いました。これですね、潤いエッセンスが 50% 以上配合されているので、保湿力もたっぷりありますし、一番嬉しいポイントっていうのが、もうマスクでも本当によれにくいんですね。今かなり厚塗りしてるんですけど、全く厚塗り感なくないですか？ UV カットと美白とシワ改善っていうね、3つの機能があるので、ファンデーションを塗ってただカバーをするってだけじゃなく、肌のケアにもなるんですよ。これって嬉しくない？スキンケアしてる時だけじゃなく、塗ってるだけで日中も美白ケアされるし、シワ改善もされるし、紫外線から守ってくれる、これも素晴らしいファンデーションなんですよ。てか良すぎて、もう本当に今年これしか使ってないです。まあこれしか使ってないって言ったら嘘になるんですけど、もう一つのファンデーションがこちらですね、アミューズのビーガンカバークッションです。これ見た目可愛いからっていう理由でね、使い始めたんですけど、もうあまりにも良すぎて、環境に優しいね、ビーガンファンデーションなのと、かなりね、低刺激のファンデーションなので、肌がね、荒れてる時でも安心して使える、そんなファンデーションです。これもですね、70% ジェリーエッセンスで肌に潤いを保ってくれて、うるぷるツヤツヤな肌に仕上がります。今ちょっとここに塗ったんですけど、これもね、カバーしてくれるけど、かなり素肌感があって、とってもよれにくくて使ってます。ちなみに今日のファンデーションはアミューズを使ってるんですけど、パウダーなしでこんな感じです。
今まではねファンデーション塗ったらしっかりとパウダー押さえないとマスクについちゃうって思ってたんですけど、このねアミズのファンデーションは私パウダーつけなくてもマスクにつきづらいです。なんかクッションファンデなのにここまで綺麗に保てるっていうのはすごいし、さらにヴィーガンっていうのももっともっとすごいポイントだなと思います。弾力があるのでね肌に密着しやすいっていうのもあるかな。続いてがコンシーラー部門なんですけど、何だと思います？多分ねみんなあれだろうなっていうのがねもう浮かんでると思うんですけど、こちらアンドビーのファンシーラーでございます。やっぱなって予想がね当たった人何人かいると思うんですけど、これも私今年めっちゃ使ったよね。多分メイク動画も毎回出てきてるんじゃないかなってぐらい使ったと思うんですけど、中がね汚いけど許して、こんな感じでねライトベージュとオレンジが入っている2色入りのファンシーラーです。まあコンシーラーっていうかファンデーションとコンシーラーが合わさったファンシーラーっていう名前なんですけど、普通にファンデーションとしてね全顔にも使えるんですが、私は結構部分的にコンシーラー使いすることが多くって、特にね私のコンプレックスでもあるこのクマ、これがねもう本当に綺麗に消える。オレンジの色がこんな感じですね、でベージュの色がこんな感じでちょっと混ざっちゃったんですけど、まあニキビ跡だったりクマ部分にねこのオレンジを塗ってからこの上のベージュを上から塗るんですよ。するともうなんとね何もなかったかのような綺麗な肌になるんですよ。だから撮影の時とか収録の時とか本当に助かってます。今年はねオレンジをクマに塗るっていうのを学んだので、これまたね私の垢抜けた理由の一つにもなるかな。で次がちょっと眉毛部門紹介したいんですけど、特にアイブロウこれといってめっちゃいいっていうのはなくって、なんですけど今までよりねさらに眉毛が描きやすくなったものがあって、それがこちらロージーローザーの眉ブラシです。上下に大きさの違ったブラシがついてまして、こっちが大きい方、そしてこっちが細い方ですね。普段アイブロウパウダー使ってる人に限るんですけど、アイブロウパウダーについてる付属のさブラシってめっちゃちっちゃくて描きにくくない？正直どのパウダーもまあ少しねしっとり感とかでは違いますが、あんまり違いが分かんなくて、まあ、アイブロウパウダーなんでもいいんですけど、このブラシを変えることによってこんなにも違うかってぐらい眉毛が綺麗に描けるようになったんですよ。アイブロウのブラシもね 2,3 本あるんですけど、これがダントツで描きやすかった。次こちらマークのアイメイクアップベースでございます。これねたまに登場するんですけど秘密にしたいぐらいいいです。固めのテクスチャをしているアイベースなんですけど、これをですねアイシャドウ塗る前に塗ることによってアイシャドウがねもう一日中ビクとも動かん、ラメも綺麗にそのままやし発色もそのままやし、これ塗るだけでこんなにメイクの持ちが違うんだなっていう得した気分です。ほんと塗る量も超少しなんで半年ぐらい持つし、アイラインとかもにじみにくくなるし、眉毛の下に塗るのも使えるんですよ。だから結構ね皮脂とかでメイク落ちがちだなって方だったり、アイシャドウのね塗り気にしてる方はぜひこれ試してみてほしいなと思います。続いてはチーク部門です。今回私がチーク部門に選んだのはクリニークのチークポップバレット21番でございます。パンジーメロンっていうね3色色が入ったチークでございます。今年の2021年はパーソナルカラー診断してきたんですけど、診断した時におすすめのねチークって言って紹介してもらったんですけど、もうこれが本当に肌に合う。正直言ってこういったね紫とか似合わないだろうって思ってたんですけど、私が一番似合うチークカラーだそうで、今年はね本当パーソナルカラー診断をしたからこそ出会えたコスメっていうのがたくさんあります。はい、3色色出してみるとこんな感じです。パープルだいぶ青み強いかなって感じがしたんですけど、肌に塗ると割と馴染むんですよ。で真ん中がまあブラウン寄りのオレンジで、一番端っこがまあイエベさんにも合いそうなまあコーラルピンクかな。ほんとどれもねまんべんなく使えるチークなので、チークパレットだけど捨て色がないんですよね。続いてアイシャドウ紹介していこうと思うんですけど、今回アイシャドウ2つあります。まず1つ目がペリペラのオールテイクムードパレット4番でございます。これも結構動画に登場したんじゃないかなと思うんですけど、ラベンダー系のねアイシャドウパレットです。まあ、サイズ感もね細長くてバッグにね入れても邪魔にならないし、これもパーソナルカラー診断で教わった色味、自分に合う色味で選んで使うようになったんですけど、こんな感じのねほんとくすみ系のラベンダーからパープル系のお色味になってます。
マットとねラメが入っているあのアイシャドウパレットなんですけど、本当に色味が絶妙で可愛いんですよね。こういうねパープル系私塗ると似合わないかなと思ってたんですけど、パーソナルカラー診断で似合うって言われて最近使い始めました。ベースとしてね馴染みやすいカラーから締め色までしっかりと入っているので、これ一つでねすごい陰影がしっかりとできるアイメイクに仕上がります。でもう一つベスコスにねアイシャドウ部門で上がってきたのがこちら、トムフォードのアイカラークオードインソレントローズでございます。私が買ってきたアイシャドウの中で過去一高かったものです。こんな感じのね4色入りのアイシャドウなんですけど、4色色出すとこんな感じです。ちょっとなんか実物とね色が若干ねカメラで違うんですけど、もっとピンクです。でラメもねピンク強くてもうちょっとラメ度高いんですけど、本当にね過去一可愛いアイシャドウに出会った。発色もいいんですけど持ちもよくって、このアイシャドウつけてるとね本当にいつもどこのか聞かれます。色こんな感じです。ちょっとオレンジっぽく映るけどもうちょっと青みが強いピンクですね。特にこっちのトムフォードのアイシャドウはつけてるだけで気分がめちゃくちゃ上がるので、頑張りたい日とかね気合い入れたい日とかはよく使ってます。っていうかもうねほとんど毎日メイクですねこのアイシャドウは。次マスカラ部門紹介していきたいと思います。今年結構マスカラいいの多すぎてどれ紹介するかね正直悩んだんですけど、2つに絞りました。じゃじゃん、まず1つが D アップのマスカラです。マスカラフォーカール BR って書いてあるんですけど、最近新色がね出てたりとね、またカラバリが増えててね他の色も欲しいんですけど、これしか持ってないじゃん。こんな感じのブラウンタイプのマスカラなんですが、ブラシ自体もねすごく柔らかくって超まつげに塗りやすいです。そうこのマスカラマジで塗りやすいんよ。全くダマにならないし、ロングでねセパレートにしたい時によく使ってます。どんなに忙しくてうわーって適当に塗っても綺麗に塗れるので、まあ、時短メイクにもなりますし、プラス、まあ、洗顔落ちお湯でも落ちるので忙しい人でもねおすすめしたいんですよね。カールキープ力もあるし、どんなにたくさん塗っても雑に塗っても綺麗についてくれる上品なマスカラです。今実際に塗ってるんですけどいかがでしょうか。めっちゃ綺麗じゃない？そう上品なのよこれ。でこのマスカラと同じぐらい使っているのがこっちのシャネルのマスカラですね。こちらシャネルのイニミタブルエクストレムです。多分人生初のデパコスのマスカラかな。マスカラはね今までほんとずっとプチプラ使ってたんですけど、初めてのデパコスのマスカラでお湯で落ちるよって言ってもらったんですけど、マジでいい。こっちはね漆黒のブラックタイプなんですけど、これもセパレートにまつげが綺麗になるだけじゃなく、どちらかというとさっきの D アップに比べてボリューミーなまつげになるんですよ。だからちょっとしっかりとした目元にしたい時、引き締めた目元にしたい時に私は使ってます。ボリュームタイプって結構ダマになりがちなんですけど、ダマにならないタイプのボリュームマスカラなんですね。プラス伸びてくれるし、隣同士のまつげとかも一緒にかぶさったりしないし、初めてもらってこのマスカラつけた時にわすっげーって思ったもん。ちょっと上からつけれないかな。本当になんかなんて言うんだろう、お人形さんみたいな目元になる。汚くない、ダマにならないのにしっかりとボリュームが出て、カールキープ力もしっかりありますよ。このシャネルのマスカラ本当に目力が出るので、パキッとさせたい時とか目力を出したい時とか、あと結構テレビの撮影の時も顔がね薄く見えないようにこのマスカラ使うことが多いです。こういうしっかりとしたマスカラってね落とす時が大変でめんどくさかったりするんですけど、私の大好きなお湯落ちなので超便利です。時短でね忙しい方もね、お湯落ちだったらささっとね洗顔の時にこすらず落ちてくれるので、目にもいいしまつげにもいいし、今年はねこの2つのマスカラにとっても助けられました。ありがとうございます。で今年ね一番お世話になったんじゃないかなっていうぐらい使ったコスメがあって、それがこちらです。じゃじゃん、ピアの涙袋ライナーでございます。涙袋ライナーじゃないんですけど、ちょっともうね使いすぎて名前が削れちゃっとるよね。これねもう動画で何度もご利用ししてきたので買ったよって方もいるかもしれないんですけど、いいよねこれ。で一番使ってるんですが色こんな感じです。私のね肌の色よりもまあ3トーンぐらい明るいベージュタイプで、これをねもう今すでに塗っちゃってるんですけど、涙袋に塗ることによって涙袋がぷっくりして見えるよっていうアイテムでございます。もう今年はね涙袋メイクかなり
り強化させていろいろね研究してね自分に合う涙袋をね探してきたんですけど、もうこの涙袋ライナーさえあれば、正直アイシャドウなくても漏れる、マスカラなくても漏れる。でもそれぐらい涙袋の重要さっていうのがこれをね使い始めては思わ分かりました。全然折れないしおすすめとか言っちゃったんですけども、これしっかり私折っちゃって中の方でね折れたんですよ。ほら、まあ、私がね、まあ、雑に使ったせいでこうなっちゃったんですけど、しかもね見て、そんなね雑に使ってないんですけど、ここの下部分もひびが入っちゃって、自分があまりにも怪力なんじゃないかって最近心配です。今年は大変お世話になりました、ありがとうございます。で、涙袋を作るペンシルとまた別に、このねキャンメイクのスリーウェイシェードライナーにもお世話になりました。これはですね、色味こんな感じで結構薄いんですけど、もうこれで涙袋の影を描いちゃいます。もう今すでにね涙袋の影をね描いちゃってるんですけど、これを入れることによって涙袋がね爆増、より増してねぷっくりとして見えるんですよ。なのでこのね涙袋ライナーと涙袋ペンシルを使ってね、もう最近は私の涙袋が出来上がってます。だからね、この2つに出会ってから私は今年急激に垢抜けたと思います。そんなこんなで最後リップ部門紹介していこうと思うんですけど、今回2本に絞りました。まず1つ目こちら、アンピューンのジューシーパンスパークリングティントでございます。 BE02 番、これがねすっごい良くて今年めっちゃハマったんですよ。これ薬局で買ってね1000円ぐらいだったんですけど、本当に保湿力が高くって唇がプルプルになるんよ。私が使っているのがちょっとピンク系の明るいカラーなんですが、めっちゃ肌の色に合って、しかもちょびっとばかしラメが入ってるのでツヤプルになるんですよ。濡れたこんな感じ。これはかなり使いましたね今年。でもう一つがねデパコスなんですけど、これも今年すっごい人気だったから持ってるって方多いかも。こちらシャネルのルージュアリュラック74番でございます。このリップもねプレゼントでもらって、本当にマスクにつきづらすぎて、やけどめっちゃ発色あって乾燥も防いでくれるから天才と思って3色追加で買いました。で、私がね一番使ってた色がこの74番ですね。かなり深みのある大人っぽいお色味で、赤リップしたいなって気分の時はこのリップを使ってます。結構このリップはねデートメイクの時に使う頻度が高くって、顔のパーツがねすごい際立つっていうか、塗るだけで結構雰囲気が出る顔になるんですよ。なんて言うんだろう、本当に一気に色っぽさが出るので、このリップもね今年はだいぶお世話になりました。ってな感じで、これが今回のベスコス最後のアイテムです。はい、こんな感じで2021年のベスコス紹介してみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。どうです、持ってるものありましたかね。やっぱ比較的ね今までの私に比べるとデパコス、まあ高いものが多かったかなと思うんですけど、でも本当に心の底から毎日使ってていいアイテムばかりなので、何かね気になるものがあったら皆さんも試してみてください。で、皆さんも実際に使っててね、今年のこれは最高だったっていうのがあったらね、ぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺にしておきたいと思うんですけど、明日日曜日も YouTube 投稿します。なんで今週は3日連続投稿になります。ぜひ明日もねお時間ある方はシカのも遊びに来てください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。